こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は水中に月を捉うです。水に映っている月は月自身ではないのに、そこに実体を見出してそれを取ろうとすること、自分の力を向ける方向を誤っていること、無益な努力を言います。だから水中に月を捉うを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。